キックオフでスタートです。レアルマドリー対バルセロナ、スペインのトップクラブ同士の因縁の激突です。常に優勝争いを展開する2チームの意地と意地がぶつかり合い、スタジアムは最高に盛り上がります。さあ、七海さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか？イニエスタですよね、はい。まあ、派手さと地味さの両方を合わせ持つ素晴らしい選手ですよね、ええ、ポジションも関係なく非常にユーティリティ性を持っています、うん、非常に怖い存在です。北澤さんはいかがですか？ディマリアですね、はい。まあ、スピードに乗ったドリブル、はい、このドリブルパスは一人で何人も見ることができますからね。なるほど。まあ、一人でチャンスメイクはできますからね、ええ、やはり注目になってますね、はい。あとは献身的にプレーもできますからね。やはり彼をどう生かしていくのかというのも采配の一つなんでしょうね。7分が経過、前半です。さあ、左上がっていく、これを奪います。中入ってますよ。ヘッド、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。ドリブルで抜けてからのクロス、サイド攻撃が効いてるなっていう感じがしますよね。イスコ、シャビアロンソ、ディマリア、ネイマール、2人3人いますよ。チャンスでしたが取られてしまいました。拾われましたよ。ペドロ、さあ仕掛けてくるのか。ここからラインの裏ですね。最終ラインが高いですからね、これをピッチの中で選手がどう駆け引きするのか興味深いですよね。奪います。これをインターセプト、いいオーバーラップですよ。ボールが渡る、ヘッド、ゴール、レアル、バルセロナから先制点を奪います。磁石のように呼び込まれ、ズドン、いいシュートでしたね。セラフを落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。レアル先制ゴールを決めました。1対0。やはり攻め切ろうという共通意識がありますよね。このまま続けてほしいですね。さあ一気にカウンター、うわ面白い。さあどうだ、1対1、いけますよ、まだありますよ。シュート、ビクトール・バルデスが好セーブを見せてくれました。そしてコーナーキックになります。ちょっとディフェンスがルーズでしたよね。コーナーキック、ヘッド、まだある、ゴール、うわペア、これで2点差。弾いたボールきっちりと押し込みました。キーパーがファンブルした後の処理をあらかじめイメージしてますよね。確実に得点を重ねていきます。2対0。もう1点取るとさらに楽になりますよね。そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。これは奪われました。マルセロ、この試合ですでにアシストを記録しています。アルベロア、レアル、現在2点差をつけ、いいリズムでゲームを進めています。先ほどゴールを決めている、ここで奪われました。ここはディフェンスです。シャビアロンソ、マルセロ、
バルセロからのスルーパスは通りませんでした。こう少しパスが中途半端になってしまいましたよね。これはスローイン。シャビアロンソ、いいですね、いい切り替えですね。イニエスタ、ふわっとしたパスがつながるでしょうか。イニエスタがパスを出しましたが合いませんでした。シャビ、ペドロに渡る、狙いますか。このループシュートはどうだ。ゴール、素晴らしい。バルセロナ、さあこれであと1点差。狡猾にもループシュートを決めてきました。冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいですよね。さあバルセロナ、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。この1点でどんどん出てってほしいですよね。相手としては非常に受けに回る時間帯が増えてくると思いますね。なるほど。ネイマール、面白い。ネイマールに渡る、打てそうだ。このループシュートはタイミングを外すという狡猾な素晴らしいシュート。まあ、今意図的なのか少しループシュートを狙ってきましたよね。ここは繋がりません。おっと、ちょっとミスになりましたね。ダニエル・アウベスから右サイド、サイドフリーですよ。中一人入ってますよ。必死のクリアですね。ナイスカットですね。まだありますよ。打てるでしょうか。狙いますよ。これを打てるか。ボールをコントロール、こぼれてますよ。このチャンス奪われてしまいました。ここで前半の終わりを告げる笛がスタジアムに響き渡ります。失点の後怒涛の攻撃。いやー、七海さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。今 2-1 ですけど、ほとんど差はないと考えていいと思いますよ。レアルとしては早いうちに引き離しておきたいでしょうけど、守りも常に意識していかなければいけませんよね。なるほど。サポーターの思いに応えることができるのでしょうか。レアルが前半で2-1、今のところ1点リードしています。さあ、ご覧のように後半スタートしています。ボールを奪います。アレクシス・サンチェスからメッシー、あーっと、まだある。これはファールの判定です。これは狙える距離でしょう。直接決めた、素晴らしいゴール。いやー、素晴らしい。バルセロナ追いつきます。直接ゴールに叩き込みました。いやー、入っちゃいましたね。正確なキックを持ってますよね。さあ、バルセロナ見事な同点劇を見せています。もうゴール。これで勝ち越しです。一歩リード。たまたまではないでしょう。ポジショニングの妙、こぼれ球を押し込みました。やはりゴール前の嗅覚ですかね、はい、相手より早く反応する冷静な予測がこのゴールを見ましたよね。なるほど。さあ、レアル1点をリードしてリスタート。この数的不利な状態での得点、非常に大きいですよね、はい、ただここから決して楽ではありませんよ。そうですね、空いたところは必ず狙われてきますから、もう走るしかないですね。はい、
あレアル1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。縦にボールを送ります。さあボールが抜ける、奪われる、イスコ追っています。中央です。こういった中盤の潰し合いからセカンドボールはとても大切になってきますよね。どう組み立てますかね。入ってきましたよ。ヘッドゴー、これで差は2ゴールになりました。クロスからのヘッド決まりました。こういったヘディングシュート、焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。リードを2点に広げてリスタート、イメージ通りといったところでしょうね。ネイマールがペナルティエリア付近でボールを持っているときはさまざまな選択肢を持っているので脅威だと思いますね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。レアルとしては今いい時間帯ですから、このリズムを大切にしたいですよね、うん、なるほど。抜け出しました、イスコに渡る、これ入ってますよ。どうだ、ヘッド、あ、決めた、追加点レアル。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。今日2点目のゴールです。さあレアル3ゴールリード。さあシャビ、バルセロナ、さあ追いつくことができるのか、あと2点で同点です。ワントラップしてシュート、見事でしたね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね。なので必然ゴール、追加点レアル。素晴らしいハットトリックです。素晴らしいですね。さあレアル3点のリードでリスタート、これも空いてますよ。囲む人数をかけます。ここで取られました。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。レアルとしてはこの攻撃を見ているとこのままいっちゃうかなという雰囲気ありますよね。そうですね。ベイル、ハットトリックを決めています。4点目はあるんでしょうか。アルベロは中いますよ。惜しくも奪われます。メッシに渡る、抜いていく、キーパーと1対1、シュートチャンスだ。シュートコースがなかったですよね。エリア内混戦してましたからね。奪います。シャビからアレクシス・サンチェス、長いボール浮かしてきた。おーっと面白い。アレクシス・サンチェスからメッシ、練習取られてますよ。中不利でしょ。なんか揃ってますからね。コーナーキック、高さありますからね、そこ狙ってくるでしょうね。ボールがつながる、渡ります。ループシュートだ。中央フリーでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどね。
ここはディフェンスです。メッシに渡る。これもどんどん前出てきますよね。あ、来ましたよ前。ゴール、素晴らしい。バルセロナあと2点というところまで来ました。冷静にループシュートで決めてきました。しっかりキーパーの位置を見て柔らかく狙ってきましたよね。冷静な判断、そしてボールコントロール見事でしたね。さあバルセロナ2点差に詰め寄りました。さあボールが抜けてくる、つながりません。どう展開していくのでしょうか。イニエスタへ柔らかいパス。さあメッシこぼれます。もう時間がありません。さあ中央、マルセロ奪われます。つなぐことができませんでした。いや面白いな。受けます。オフサイドかと思いましたけど笛ありませんね。さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。さあこの位置絶好の得点機でしょう。メッシ素晴らしいゴール、見事決めました。素晴らしい。後半ロスタイム、ここで笛です。6対5、レアルなんとか1点差で勝ちました。さあゲームは終わりました。レアルとしては負けたくないという気持ちが一番強い相手でしょうからね、特別な満足感があると思いますね。